デビュー35周年ツアーが日本武道館でスタートしました。喉のポリープの影響もあり、およそ1年ぶりのステージ復帰となった吉川さんが完全復活を見せつけてくれました。以上にしましたかっこいいですね。すごいしますね。さあ続いての話題なんです。